高須クリニックの高須克也院長、75、が29日、自身のツイッターを更新、99、岡村隆史、49、が自身の日本放送、99岡村隆史のオールナイトニッポン、木曜、深夜1時、内での発言を謝罪したことを受け、番組スポンサーの立場からコメントした。写真、ないない岡村、さんま説教に土下座、ひげ伸びっぱなし目は潤み、スポンサーとして、岡村隆史くんのお詫びを受け入れます。これからも応援し続けます、と、綴った高須氏。この問題は僕の中では終わりました。これ以上彼を追い詰めることに明確に反対します、と続けていた。